ます。陶芸のことです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はドリッピングですね。泥床を作って、これ作って3週間目に今日ドロッピングしました。で、石膏型で、楕円の石膏型に取ります。石膏型なんですけど、普段こうやって新聞紙に包んで水分を取ってます。ちょっとやっぱり水分を吸ってくれて、水分は湿ってますけど、これなんかは。随分新聞紙が水分吸ってくれてて、このこちらがたたらを押し込むところですね。でこちらで、こちらを僕は内型って呼んでるんですけど、でこっちが外型って呼んでるんですけど、こう内側を細工できるから内型というふうに、してます。で大体これが原型型になるんですけど、原型型と主要型っていうのをこう石膏をやる人たちはきちんと分けて使うんですね。原型型から主要型を取ってその主要型を使うんです。でですから、本当はこれで型を取るっていうのはあまり、やらないでしょうけど、もう自分はもう原型型も主要型も同じにします。でこちらで今言ったみたいに内側を取って、でこちらにひっくり返して、こちらにひっくり返してですね、で高台をつけて、高台をつけてやります。でその型を取る前にたたらを作って、それに泥床を飛ばします。で泥床を飛ばすのが泥床、この泥床っていうのは鋳込み型成形される方とかはよく使われるんですけど、僕ら手作りのものの時はあまりこの泥床を使うことはないんですけど、この泥床作りを覚えてると、取っ手をつける時に便利だったり、土塀とはちょっと違うんですね。土塀よりも粘性があって、水分量が少なくするために計算ソーダっていうのを入れてます。でこれが、空気がかからないようにしてるんですね。蓋をしてるだけですけど、3週間目に今日やりましたけど、ちゃんとで、そんなにドロドロになってなくて使えました。ですけど計算ソーダがまだまだ効いてます。で今日はこれを使った、泥床飛ばしをやってみます。どうぞご覧ください。おー楽しいねこれはいはい、そうそうそう、なんか向こうからこっちにこうするみたいな感じで筆を向こうの方に持っていけばな、うん、もっとピュッ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 
あ、今の感じ、今の感じ。あ、はい。あ、ごめん。飛ぶから先生そこ。はい。いいですね。いいな。はい、こっち、こちら。3週目でもあまりあの飛ばすイメージは変わらんやん、変わらんですよね、こんなもんでいい、うん、もうちょっと向こうしよう、はいはいはい、もういいですか、ずっとでしょ、うん、まだした方がいいですか、いや、結構やっぱ2回目やけんこっちの方がまとまってるね、うん、上手にできた、上手にできたですね私も倒しながら、うん、横位置の方があれやな、あ、大胆よね、縦の方がやっぱ飛ばす距離があるけんか、うんうん、でもこれなんかこううまいことあの微妙な線が のあっち行ったりこっち行ったりしょってこんな線は描こうと思っても描けないよね そういうことです。全部置いた。はい。ぐるり置いた。はい。立てていく感じな。立てていく。今日は霊障を飛ばしました。ホロックの気持ちがよくわかります。絵の具を飛ばしたデタラメな絵なんですけど、ホロックっていう作家が好きで、こんなことをやってみようと思いつきました。ご視聴ありがとうございました。